大トロイワシから見える日本漁業の未来本日、池下産業の大トロイワシが話題となっております。こちら、一般的なイワシと比べて価格が2.5倍も高いんですが、数セミにイ尾という大型の脂の,のいの良いイワシを使い、マイナス120度の冷気を使って急速冷凍し、さらに使いやすいように、 サンマにおろししたりしておりて現在レストランなどに通常のイワシの2.5倍の価格で販売されている模様ですこの日本の漁業なんですが現在はとにかく量を取る方式となってしまっておりこのままですと魚がいなくなって日本の漁業が成り立たなくなってしまいますそうではなくて こういった大トロイワシのように高い魚だけ取っているそういった方式に転換できれば日本の漁業はこれまで以上に繁栄しさらに継続的に漁業を続けることができるようになるんじゃないでしょうか日本にはロボットなどの技術がございますので 網にかかったすべての魚を取らなくても、大きな魚だけ取って、他は逃がす、まあ、単純に網の目のサイズを調整すれば、そういったことは簡単にできるはずなんですが、政府には日本の漁業関係者の皆様と協力をしていただき、日本の漁業を儲かる漁業に、また今後も、 継続できる漁業に変えていっていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました